本部大本部隊から1915年3月は、幕末の鳥取藩士、明治期の内務官僚。幹線愛媛県知事。署名、雄之助。稲葉国遊美群馬場町で、鳥取藩士、本部兵の上岸藩の志士として生まれる。文久2年8月旗本滅組となり、慶応元年12月朝連世は役に就任。 文久3年8月17日本国寺事,事件で義理のおじ、黒部昆之助らが暗殺され、その報復として、慶応2年8月に黒部の遺族らが、出雲国体の裏で暗殺者の一部を襲撃した、事件に参加し、平門を命ぜられた。慶応3年5月に斜面となる。明治3年鳥取藩大観察、大族となる。その後、明治政府に出資し、 鳥取県六島警部に就任。西南戦争では、陸軍省を出し新戦旅団付けとして出生。以後、雄美、常見岩井軍長、鳥取県少書機関、福井県少書機関、同大書機関、同書機関、宮城県書機関、京都府書機関などを歴任し、1897年に退官した。退官後、 企千八1899年7月に結成された帝国党に参加。1900年4月27日、第二次山形内閣により愛媛県知事に登用された。県政の中心を土木、教育、官業に置き、継続土木事業の延長、新しい十カ年継続土木事業計画の立案、県立商業学校などの開設、農事試験場、水産試験場、 工業試験場の新設などを推進した。1904年1月25日、知事を給職。その後に帰郷し、武徳伝、元白、久野理解演舞場で、剣術、休日の指導などを行った。ありがとうございます。